こんにちは。歴ショックです。今回は、土佐一国の大名ながら関ヶ原の戦いで改易となり、大阪の陣では旧臣を率いて戦った、長宗我部盛親の生涯について紹介します。盛親は、関ヶ原の戦いで西軍についただけでなく、兄まで死に追いやり改易の原因を作ったことで低い評価を受けていますが、これは因果応報の話に仕立てるための創作で、土佐国主となった山内氏の名声を高めるために不当に低評価を受けている人物というのが実態です。関ヶ原の戦い後も、当初は原天保で済むはずが一揆が起きたため所領給付が凍結されるという不幸に見舞われており、大阪城入城時には各地から旧臣が集まり一線の軍勢に膨れ上がるなど、真田信繁や後藤又兵衛ら他の浪人衆と格の違いを見せています。今回は、大阪の陣では真田信繁らの活躍の陰に隠れ存在感が薄いものの、徳川方最強部隊を戦闘不能に追い込む戦功を挙げ、四国の雄としての意地を見せた、長宗我部盛親の生涯について紹介します。兄の戦死により、家中の争いの末に元親の後継者に、長宗我部盛親の出自。長宗我部盛親は1575年、当時36歳の長宗我部元親の四男として生まれました。上三人の兄とは母が同じで嫡男信親の10歳年下にあたり、大阪の陣で共に戦う真田信繁の4歳年下、毛利勝長の3歳年上、後藤又兵衛の15歳年下にあたります。盛親が生まれた頃は父の元親は土佐統一間近で、一度は追放した土佐西部の一条兼定が1575年に領地奪回を目指して進軍してきたのを四万十川の戦いで打ち破ったことで、正式に土佐統一を果たしました。その後は、盛親の母の義理の兄弟、斎藤利光の主君である明智光秀を通じて織田信長と手を組み、信長と敵対する阿波の三好氏をはじめ周辺勢力を次々と下し、四国全土にその勢力を広げていきます。元親は勢力を広げていく過程で、弟や子供たちを次々と四国の有力者のもとへ養子に出して取り込んでおり、盛親の兄、親和、親忠の二人も、讃岐の香川氏、土佐で長宗我部氏に並ぶ勢力を誇っていた角氏に養子に出されました。盛親も例外ではなく、元親の弟で、吉良氏当主として中村城主となっていた吉良親忠の子、吉良播磨守の養子とされており、独立領主化していた一族を再度掌握するための役割が課されています。その後、元親が三好氏と一転して友好的になっていた信長との関係が決裂し討伐されかけるも、長宗我部氏と結んで四国政策を進め本流から外されていた明智光秀が、本能寺の変で信長を殺害したため難を逃れています。変後は、柴田勝家や徳川家康といった反秀吉勢力と結びながら勢力を拡大し四国統一間近まで迫るも、家康さえ下した秀吉の討伐を受け、土佐一国のみを安堵され秀吉に屈服しました。豊臣政権への臣従時には、取り次ぎの八須賀氏に加え、豊臣秀長家臣の藤堂高虎の指南も受けており、元親は人質に出す三男親忠の世話を高虎に頼むなど、長宗我部、藤堂の信仰はこの時以降深まっていきます。翌年の1586年には、長宗我部氏は秀吉の命令で、豊臣軍先遣隊として元親、信親親子が2000の兵を率いて九州の島津氏討伐へ向かうも、秀吉が自身の到着まで戦は控えるよう命令していたこともあり、長宗我部軍は本来の兵力より少ない兵しか率いていませんでした。しかし、島津軍が大友氏の鶴ヶ城に迫る中、豊臣軍の軍艦、千石秀久が、兵力で劣ると反対する元親の意見を退け御詰めを決定するも、城は到着前に落城していた上に、辺津義川の戦いで豊臣軍は島津軍に大敗。長宗我部氏は元親嫡男、信親をはじめ、盛親の養父の吉良播磨守など多くの家臣を失います。この後、後継者問題で長宗我部家中では多くの血が流れ、その犠牲の上に盛親は跡継ぎの座を手に入れます。もともと、信親死後は次男の親和が跡継ぎになると見られ、豊臣政権も親和を跡継ぎと認める朱印状を発行していたとされますが、意気消沈する元親は跡継ぎを決めようとせず、親和は自分は後継者になれないと悲嘆し病気になり、1589年に22歳で亡くなってしまいました。次に候補となるのが三男の角親忠で、
近忠派には元親の甥で一族の有力者、吉良親実もいましたが、元親はこれに反して近忠の3歳年下の弟、森親を後継者に推し親実らと対立します。一般的には、近忠が他家に養子に入っていたから元親が後継者にしなかったとされますが、実際はそれに加え、長宗我部氏に匹敵する力を持つ綱氏をこれ以上膨張させるのを防ぎ、元親が当主権力を高めようとした結果です。当時の長宗我部氏は、土佐の国主ではあるものの黒人連合の名手でしかなく、直轄領は1万3000石を有する角近忠、1万石を領する吉良親実と大差なく、近忠が当主となれば代々の角家臣が長宗我部家に入り込み、主導権を奪われる危険がありました。折しも、豊臣政権はこうした状況を嫌い大名権力の強化を求めていたため、この機に元親は反抗する吉良親実を切腹させ弟の家を滅ぼし、森親は兄の親忠の上に立ち、元親の跡継ぎとなりました。この時に吉良親実と対立し、森親擁立に貢献した重臣の久武親直は、後年、長宗我部氏を滅亡に導いた奸臣と非難されますが、豊臣政権の方針に従おうとする元親の意図を汲んだだけで、その後、元親、森親親子は一貫して当主権力の強化に取り組んでいきます。小田原征伐の前後に元親の後継者の座が決定した森親は、新たに長宗我部氏の取り次ぎを務めていた後の五奉行の一人、増田長盛を烏帽子親に元服し、右衛門太郎森親を名乗りました。森親の正室は、兄、信親の娘とされ、本来の嫡流である信親の血筋を継ぐ子を作ることで所流の森親の正当性を確保しようとしています。森親は1592年の朝鮮出兵では、叔父高祖壁親康、兄角親忠が留守を守る中、元親と共に3000の兵を率いて渡海し1593年に帰国。1597年からの慶長の役でも渡海し、計4年を朝鮮で過ごし、多くの戦場経験を積みました。この間、国元でも元親から権限移譲され、後継ぎとしての修行を積んでいましたが、秀吉、元親の相次ぐ死により環境は激変していき、森親の悪夢が始まることとなるのです。進んで西軍に属し、戦後も王位存続を勝ち取るも、家中を抑えられず改易に。関ヶ原の戦いでの森親。秀吉死後、徳川家康は多くの大名とつながりを持ち自身の派閥を広げ、小牧長久手の戦い以来の付き合いの長宗我部氏にも屋敷を訪れるなどして接見していましたが、その後、元親は政権内の争いが激化する1599年を前に、森親と共に土佐へ帰っています。その直後の1599年正月、元親は森親の兄、角親忠を幽閉し角家臣団を解体する、一部では乱行とする見方もある粛清を強行しました。元親はこの頃病を患っていたようで、弟が後継者となったことを不満に持つ親忠を危険視し、大勢力の角氏を事実上滅ぼして長宗我部氏の権力を盤石にし、その年の5月に60歳で生涯を閉じます。24歳で当主となった森親は、任官せず右衛門太郎を名乗り続けていたことから豊臣政権から当主と認められていなかったとする説がありますが、周囲の大名からは土佐侍従などと呼ばれており、政権も認める正式な当主だったと見られます。また、森親は命令を出す際、従わない者は即時成敗するという文言を多用しており、短気な性格だったとされますが、これは20代と若い森親が命令を行き渡らせるために強い態度を取らざるを得なかったと理解できます。そんな中で家督継承から1年後に関ヶ原の戦いが起き、森親は西軍に属して敗れます。通説では東軍に就こうとしたものの間に合わずなし崩し的に西軍に参加し、戦わないまま敗北し、土佐をみすみす失った暗君とされますが、実際は2000の軍役をはるかに上回る5000の軍勢を率い、大挙して西軍に参加していました。国元にいた森親は、取り次ぎの増田長盛を含めた奉行衆が発した大不違いの朝上を受け、伏見城陥落後に土佐を出発しており、毛利軍などと伊勢安津城攻めに参加し、そのまま南宮山へ布陣します。森親は何もしなかったわけではなく、決戦当日の朝には東軍の田中義政、堀尾忠氏の部隊と小競り合いをしていました。しかしこの時点で、すでに南宮山の毛利秀元、吉川広家が降伏に近い形で東軍と和睦しており、
松尾山の小早川秀秋討伐に出向いた石田三成、宇喜多秀家ら西軍主力が壊滅するにあたり長宗我部勢の敗北も決定し、退却に移りました。長宗我部勢は一気に襲われ崩れかけながらも、伊勢から大和、大阪を経て土佐へ戻り、立花宗茂や島津氏と同様、国境の防備を固めるとともに、幽閉中だった兄の角近忠を自害させています。通説では、近忠が東道高虎を通じて土佐半国を得ようとして森近が阻止したのを、家康が問題視し長宗我部氏を改易したとされますが、因果応報の話に仕立てるための根拠のない創作で、徳川方の処分には影響せず、非常時において元近以来の当主権力強化を一気に推し進めただけのことです。森近は、帰国後すぐに井伊直政を通じて家康と交渉を進めており、早々に山内和豊の土佐廃領が決定していることからも処分は他国への原点法でまとまったとみられ、戦いから一月後の10月末に森近は大阪へ向かいました。しかし、直後に裏戸一揆と呼ばれる大規模な違法反対一揆が下級家臣中心に起き、重臣たちによって約一月かけて鎮圧されましたが、一揆に屈して所領を与えたという前例を作らないために、森近への所領給付は凍結されます。一揆鎮圧後、山内和豊が土佐に入っても、一揆を起こした長宗我部氏への所領給付は見送られ続け、森近は1605年まで伏見の長宗我部屋敷にて様々なつてをたどり斜面活動を行いましたが、立花宗茂らが復帰を果たす中、取り次ぎの井伊直政の死も影響してか、森近には何の沙汰もありませんでした。この間、収入がないため家臣を抱えることができなくなり、将来召し戻すことを約束し、東道高虎ら旧知の大名への仕官を斡旋して家臣団にいとまを出しています。そして、1605年頃に復帰を断念した森近は、九度山に流罪とされた真田昌幸、信繁親子のように明確な罪人ではなかったものの、京都洛中に移り、出家して大願勇武を名乗りました。森近は、囚人として幕府の監視下にあった、寺子屋の師匠をしていたと伝わりますが、いずれも根拠はなく、公家の屋敷に出入りし贈り物をしたり、西軍大名の島津家久と会うなど、多少余裕もある自由な生活を送っていました。10年近くにわたって京での気ままな生活を送っていた森近でしたが、豊臣、徳川の関係が悪化するに伴い、復帰のチャンスをつかむため豊臣方に属すこととなります。自分を慕う求心のために、お家再興をかけて家康に挑む。大阪の陣での森近。森近は、片桐勝元の大阪城退去から1週間も経たない10月7日に、京から大阪城に、わずか2、3機ほどを率いて出立し、事前に求心に連絡を取っていたのか、道中続々と軍勢は膨らみ、一線の軍勢となって大阪城に入城し、その後も森近の元には各地から求心が駆けつけています。森近は、土佐にこだわらずとにかく大名として復帰し、求心を呼び戻して長宗我部家を再興しようとしていましたが、この時点では浪人に過ぎず、藤堂家に仕官した重臣の桑名義成など森近に呼応しない求心も多くいました。それでも、一戦後の軍勢を即座に動員できる元国主の森近は大阪城の浪人衆の中でも別格で、徳川方の記憶にはまず先頭に記され、豊臣方でも真田信繁、毛利勝長と並ぶ元大名として、五人衆の一人に位置づけられます。戦場経験では真田信繁や後藤又兵衛らが勝り、森近が豊臣方を一手に率いることはありませんでしたが、浪人衆も加え5000の軍勢となった長宗我部隊は重臣が部隊を率い大名時代と遜色ないものとなっており、浪人衆の寄せ集めの他の部隊とは違い、統率力では群を抜いていました。森近は冬の陣では、一般的には真田信繁と共に真田丸に入ったとされますが、他の箇所に布陣していたとする記録もあり、いずれにせよあまり目立つ活躍はなかったとみられます。森近が歴史に名を残す活躍を見せるのは、5月6日に行われた夏の陣の八尾の戦いで、和歌山に進出した木村重成と共に、井伊、藤堂勢を先鋒とする徳川軍主力と激闘を繰り広げました。河内、大和の2方面から迫る徳川方に対し、豊臣方は大和方面が主力と予想し、真田、毛利、後藤隊が主力を派遣しましたが予想は外れ。森近は和解で井伊勢と対峙する木村重成と共に、道明寺に向かおうとしていた旧知の藤堂勢を八尾で迎え撃ちます。
長所壁、東道勢は正面からぶつかり、最初は長所壁隊が押されたものの、森近は自らの300の馬回り衆で槍ぶすまを作り、川や堤の多い地形を生かし反撃。双方の重心が次々に打ち死にする大激戦となりました。この戦いで、元長所壁家重臣の桑名義成は、東道家中で土佐組と呼ばれる長所壁急進部隊を率いていましたが、長所壁隊との戦いで打ち死にを覚悟して突っ込み、長所壁隊も皆義成の顔を知っていたため一斉攻撃を仕掛け撃ち取るなど、元同僚同士の悲しい戦いが随所で記録されています。しかし、木村重成が伊勢に討ち取られ伊勢も北から迫る中、ついに森近は撤退し、東道勢だけで長所壁隊の兵士を800も討ち取るなど長所壁隊は壊滅的な被害を受け、大阪城に戻るもこれ以上戦える状況にありませんでした。一方、東道勢も名だたる重臣を失い、伊勢と共に翌日の天王寺の戦いでの戦法を辞退しており、両者の激闘は島津氏の記録にも特筆されるなど、徳川方最強部隊を戦闘不能に追い込んだとして、真田信繁らの活躍とともに人々の記憶に刻まれます。その後は7日の天王寺の戦いに参加できないまま、大阪城落城、豊臣家滅亡を迎え、軍勢も離散したため単身京都へ向かったものの、10日に石清水八幡宮周辺で蜂須賀勢に捕らえられました。森近は二条城の柵に縛られ晒し者とされるも、生き恥を晒すと罵倒する徳川家旗本に対しては、生き延びて対抗を果たすために命を惜しむと言い放つなど、細川家の記録にうろたえたるありさまと記されながらも正に固執し続けます。一方、東道家家臣と対面した際は、徳川方で一番働いたのは東道勢、豊臣方で一番働いたのは長所壁隊と、八尾の戦いでの東道勢の戦いぶりを認める言葉を残しています。そして、秀頼の自害から1週間後の5月15日に、市中引き回しの上処刑され、40歳で生涯を閉じました。森近の子とされる男子は全員処刑され長所壁氏嫡流は滅亡。現在の長所壁氏は元近の弟、島近正の系譜が継いだほか、高所壁氏なども諸藩に仕え、長所壁氏の血筋は各地で続いていきます。また、多くの家臣は戦死、処刑されたものの、森近の弟、右近大夫の子で、八尾の戦いで東道氏勝を討ち取った長所壁ボンドが東道家に召し抱えられたほか、吉田康俊など生き残った重臣の中には再び仕官が叶う者も出るなど、八尾の戦いでの最後の戦功は長所壁氏の名を再び輝かせ、維新の将来を開くこととなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。ツイッター、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。